11月14日に閉幕した ISU グランプリシリーズ第4戦 MK ジョン・ウィルソン杯2022。日本勢唯一の女子として出場した三原舞依選手がプレッシャーを跳ねのけ、圧巻のパフォーマンスでイギリスの方々を魅了し、この新設大会の初代女王となりました。13日に行われていた女子ショートプログラムでは、運営側に渡していた戦場のメリークリスマスの曲の冒頭部分がなぜか切れており、連続ジャンプが前半扱いとなってしまったため、1.1 倍されないというハプニングがありながらも、見事、首位通過となっていた三原選手。続くフリーでは、今大会最大のライバルであるアメリカのイザボー・レビト選手が、冒頭の連続ジャンプ以外、ほぼ完璧と言って良いほどの素晴らしい演技で、総合 215.74 点を獲得し、立ちはだかるという強力なプレッシャーの中、最終12番滑走として登場した三原選手。リンク中央に立ち、静寂の中、恋は魔術師が流れると、一気に溢れ出した三原選手の世界観。その一つ一つの技術力の高さや、技の美しさに見とれたイギリスの観客の方々は、冒頭のダブルアクセルから、ジャンプやスピンなどを決めるたびに大歓声を沸き起こしていました。観客やジャッジ、見ている人たち全員に、その圧巻の演技と世界観で、魔法をかけた三原選手。演技後は、自身も納得といった感じで、その場で跳ねながら嬉しさを爆発。この演技でフリートップとなる 145.20 点を獲得し、総合 217.43 点で今大会を制していました。新設大会ということもあり、初代女王となった三原選手は、今日の金メダルは今までで一番嬉しくて実感ないですけど信じられない気持ちと心境を語り、シニア転向後自身初のグランプリ大会制覇というこれまでの辛く苦しい日々を思い返していました。その後に行われたエキシビションにも登場した三原選手は白い衣装に身を包みアメージンググレースを熱演。美しいロングスパイラルや、まるで羽の生えたかのような軽やかなスケーティングなどで見せ、会場からスタンディングオベーションで絶賛されていました。三原選手のこれらの演技に魅了されていたのが、ヨーロッパのテレビ局、ユーロスポーツでアナリストを務めるマッシミリアーノ・アンベーシ氏。彼は自身の SNS に、三原舞依のショートプログラムは、可能性という点では今シーズンの中でダントツに優れていると思う。坂本龍一氏の音楽と彼女のスケーティングの組み合わせは完璧だ、と絶賛。さらに、今シーズン、三原選手より高いスコアを出したのは、坂本花織選手と島田真央選手のみであることを取り上げ、その完成度の高さを称賛すると、世界中から数多くのいいねが寄せられていました。自身初のグランプリ大会を制した三原選手は、11月24日からフィンランドで開催されるエスポーグランプリ2022に出場予定となっており、この大会でも公演が期待され、さらには、ファイナル進出への期待が寄せられています。詳細をご覧になりたい方は、説明欄の URL からどうぞ。